そう、この前ね、あの滋賀県のみんなとね、やっぱ一緒にね、焼肉行ったんだけど、また焼肉かよって感じだけどね。そしたらさ、めっちゃおもろかったんだけど、おもろかったってかさ、ちょっと、それお前やるのかよと思ったんだけど、なんかスイちゃんがね、その、シャッチョが頼んだ海苔を、なんかちょっと炙って食べようってやってたの。一枚、シャッチョもらうねーって言って、網でちょっと炙ってから食べようってしたの。そしたらさ、気づいたらさ、すごい海苔に炎がついててさ、ブーって、もうスイちゃんがさ、どうしよう、いつもあんなにクールぶってるさ、スイちゃんがさ、慌ててたよ。でさ、なんか水でもかけるかと思ってさ、ミクもさ、あわあわしたの、やばいよみたいな感じだったらね、そしたらもうね、うちらが何もすることもなく、自然とね、沈下してったの。シューって。すぐに。それで残った、なんか炭みてえな海苔。ちょっと触れたらね、パラ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 。炭になってて草だって。でね、もうそろそろ帰るかみたいな時に、または、あの、台湾に花が咲いちゃって、もうミコはさ、カバンを背負ってね、あの、待機してたの、座りながら。いつでも帰れる準備をしてて、あーそうだね、みたいな感じでめっちゃ笑ってて、じゃあそろそろ帰るかな、みたいなタイミングで、ノエちゃんがさ、あの、ごめん、ちょっと話全然違うんだけど、ミコち、エプロンつけたまんまだよ。ってめっちゃ笑われた。焼肉でさ、つけるさ、なんか、前掛けあるやん。あれ、つけたまんまでね、こう、つけたまんま、カバンしょってて全然気づかなくて、ブネーブネーよーって。団長以外誰も言ってこなかったの。え、誰も言ってこなくて、それ指摘された瞬間、シャツとかが、え、ずっと思ってた。あははは、つって笑ってた。ずっと思ってたなら、言ってよー